J2 リーグでは初めての顔合わせ、ビファーレン長崎対アルビレックス新潟。まずは前半7分長崎のゴールシーンです。ここはいいタイミングでのピンポイントのクロス、素晴らしかったですよね、はい、そして、まあ、何よりね、こう小屋選手のポジショニングが良かったですよね。もう不利の状態で冷静に決めることができましたから、まあ、ポジショニングでね勝負が決まってたんじゃないでしょうかね。次は34分の新潟、レオナルドです。ここ、ね、裏への飛び出しっていうのは本当にこう前半パワフルでしたよね。まあ、パスの狙いどころも良かったと思うんですけども、まあ、シルミーニョ選手、あと渡辺選手がね、まあ、もう少しねこう上がるのが早ければっていうところでしたね。これは42分の新潟、ここはねあらかじめこう、まあ、落ちどころを予測したポジショニングっていうのが良かったと思います。はい、最後はシルミーニョ選手でした。そして長崎の2点目、アディショナルタイムの5分でした、ね、時間帯が何より良かったですね。まあコース、スピード、申し分ない素晴らしいフリーキックでしたね。これで長崎が2対0とリードして後半折り返します。59分の新潟です。まあ、後半ね少しずつ新潟がボールを、まあ、高い位置で握り始めた、まあ矢先にこの縦パス1人ね引き出した後のギャップをうまくつけましたよね。渡辺龍馬のゴールで1点差に詰め寄りました。しかしその直後、長崎のシーンです。62分、ここは前を見て思い切りのいいシュート、フォワードとしてね大事な資質になりますから、いいチャレンジだったと思いますね。さらに長崎の旗のシーンが続きます。68分です。まあ、前がかりになったところでスペースを作ってしまってたんですよね、新潟が。まあ、うまくねこう大竹選手が中の位置でスルーで、マイナスのところで新里選手の、まあ、思い切りのいいミドル、まあ、ちょっと枠外れてましたけども、まあ、旗選手がいいポジションを取ってましたよね。まあ、なかなか簡単なシュートではないですけども、まあ、よく枠に持っていったなと、まあ、フォワードらしいシュートでしたね。さあ、そしてこれがアディショナルタイム。まあ、ここはね、まあ、ファーストタッチでこうシュートを意識して、まあ、うまくこう置きどころも良かったですよね。ここはレオナルドが PK を左隅に落ち着いて決めて1点差としましたが、この瞬間にゲーム終了。